みことっていう名前の由来は尊ぶっていう音から取ってて、あの尊敬の気持ちを持ってっていうところを大切にしているブランド名になります。みことのものづくりはそのお客様のその希望とかあのデザインとかをプランナーさんが聞いて、でそれを僕たちが制作するという形をとっているので、まあ、お客様が作る指輪といった感じですかね。まあ、チームとして、まあ、先に相手に先手、まあ、取られてしまって、まあ、自分たちちょっと難しいゲームの入りになっちゃったかなと思います。で、まあ、相手が結構ロングボールとか多くて、まあ、そこのセカンドで、まあ、しっかり回収を相手より、まあ、セカンドボールの回収のところで、まあ、相手より拾えたのが、まあ、しっかり攻撃、まあ、二次攻撃だったり三次攻撃につながって、まあ、そこでしっかり点が取れたのかなと思います。そうですね、まあ、今日やって、まあ、しっかり課題とかを、まあ、トレーニングでしっかり直していって、まあ、3週間ぐらい空くんですけど、まあ、しっかり練習試合もあるんで、まあ、そこでもう一回チームとして完成度を上げて、まあ、コンディションを上げて31に迎えればいいかなと思います。